はい、皆さんこんにちは、シャトーエンのシャタです。今日はですね、あいにくの雨なんですが、悲しくなる出来事がですね、昨日5月の8日ですね、起こりました。これはですね、私がですね、大好き愛してやまなかったですね、愛車のベンチ、三菱のキャブ君なんですけど、それがですね、10時にキュウリを出荷して帰ろうとしたらですね、エンジンはかかるんですけど、ギアが入らないんですよ。でクラッチもスッカスカで、今ディーラーに預けてるっていう状態なんですけれど、とりあえず台車を借りてます。で今日はですね、その台車を安く買えるって聞いたので、ちょっと悩んでますよっていう感じの動画でいきたいと思います。それよろしくお願いします。で、それがですね、ウィーンダーン、こちらですね。はい、見てください。もうこの辺がなんかすごいですよ。ここなんかレアな感じしますね。これハイゼットですね。あ、これあのダイハツのハイゼットですね。相性は Z 君です。はい、覚えておいてくださいね。でですね、でまあ群馬ちゃんは、移植しましたね。すごいですよ、ツインカム12バルブですからね。ツインカム12バルブですよ。いい、覚えておいてください。でですね、まあ、前はこんな感じで、まあ、これとかいいですよね、可愛くて本当にいいと思うんですよね。まあ、タイヤとか普通ですよね。まあ、後ろもバーッとこういっとですね、すごいです、これですよ、ツインカム12バル、これを主張してますね。はい、断然、これ断然ですよね。でアッパレ青天性ですね。はい、な感じですかね。はい、でこれははい、こんな感じです。で前回使ってたですね、愛用してたキャブ君より素晴らしい点があるんですよ。それをちょっと皆さんにお見せしたくて、まずですね、ちょっとエンジンかけますね。でですね、ここまで普通なんですけど、僕あのキャブ君ですね、これラジオがバカになって聞けなかったんですけど、ラジオが聞けるんですよ。はい、最高ですね。でこれは重捨てですね、変わらず。でちょっと今日雨が降ったんで気づいたんですけど、ワイパーがですね、ワイパーレバー引くとですね、これ普通一点ポーキにこうなるやつがないんですね。はい、常にこれですね、これかこれですね。これはちょっと不便ですね。だからこう一回やったら落とす、一回振ったらこうですね、落とすみたいな感じで、手動であのあれをやる感じですね。手間ですね。で一番すごいのがこれですね、5速ミッション、見えてますかね、5速ですね。はい、今まで使ったキャブ君はですね、4速までだったんで、ちょっと高速域だと非常に乗り味が悪かったんですけど、5速になったんでもうブンブン、これもうここまで140まで飛ばせますね。ガンガンいきますよ。はい、でさっきガソリンはフルにしてきましたってことですね。はい、これちなみにポニャトリの餌なんですけど、これ今ちょっとピオがどっかにいるんですけど、ちょっと探しますね。いました、あそこ見えますか。はい、ちょっと外ほっつき歩いてるんですけど、ピオが飽きてくるとこちらですね、軽トラに乗ってですね、勝手に飛び乗ってここで餌を食べてる。でちょっと暗くなってくるとここに勝手に飛び乗って寝てますね。はい、ちょっと関係ないお話してしまいましたね。まあどうしよう、ちょっともう昨日借りたんで、昨日今日明日ぐらいまでちょっと乗ってみてですね、このゼットン君が私の愛車になるかどうか、ちょっとじっくり考えてからこちらを買うか、キャブ君を修理するか、ちょっと検討したいと思います。ちなみにですね、そうだ、これですね、走行距離は 95,769 ですね、見えてますか。で私が乗ってたキャブ君は 96,000 キロ行ってたんで、はい、年式もこっちの方が1年新しいんですよね。はい、もう少し悩みます。前回クイズの回答ですが、農業ロボのダボゼータ Z が2つですね。はい、
で、今回のクイズはですね、こちらですね、はい、こちらです。こちらの、愛称をお答えください。以上、シャタノウェイのシャタがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた。